ステファニー・マクマホン・レベックは、アメリカ合衆国のプロレス団体、WWE の構成作家。プロレスラーではないが、リングで試合を行ったこともある。コネチカット州ハートフォード出身。かつての本名は、ステファニー・マリー・マクマホン WWE 会長、ビンス・マクマホンとその妻、リンダ・マクマホンの娘であり、WWE の経営に参画している。 現在チーフブランドオフィサーを務める。WWEA の初登場は10代の頃にロディ・パイパーのパイパースピットへのゲスト出演である。本格的に登場を始めるのはボストン大学を卒業後の1999年からである。青春派キャラクターのギミックが与えられベビーフェイスとしての登場であった。登場後すぐにジアンダーテイカーに誘拐され、リング上で 結婚式が強引に行われようとするも、ストーンコールドスティーブ・オースチンに救出された。その後、テストとの恋愛ストーリーが展開する。アングル上の結婚の直前、ブリティッシュ・ブルドッグが投げたゴミ箱が頭を直撃して、記憶喪失に陥る。その後、テストの献身的な看病もあって記憶が回復し、結婚式の日を迎えるが、 父・ビンスと当時抗争中だったトリプル H が結婚式に乱入、前夜、昏睡状態のステファニーを拉致し、ドライブスルー結婚式場で、すでに結婚をしていたことを告げる。結婚解消とタイトル挑戦をかけた1999年末アルマゲドンでの父・ビンス対トリプル H のストリートファイトで、ステファニーは父を裏切ってヒール転校。トリプル H と悪の夫婦として、 WWF を支配していくこととなる。また、これ以降プロレスラーとしての活動も本格化し、WWF 女子王座も獲得した。2000年から2001年にかけて、トリプル H、カートアングルと三角関係のストーリーが展開する。このストーリーは、ステファニーが引き続きトリプル H のストーリー上の妻で、あり続ける形で終わったが、この後トリプル H は怪我で、 長期離脱することになった。2001年に、WWE がイカップリングウィズを買収した際、ストーリー上イカップリングウィズのオーナーとなり、WCW オーナーのシェイン・マクマホンと共に、WCW、イカップリングウィズ連合軍を結成し、WWF に対するヒール軍を率いた。2002年に、トリプル H 復帰後、ストーリー上離婚する。 2002年7月にスマックダウンの GM に就任する。RAW の GM であるエリック・ビショフとの対立やハルク・ホーガンの獲得などを通じて、再びベビーフェイスになる。2002年10月20日に、スマックダウン側に存在しなかったタッグ王座への対応として、WWE タッグチーム王座を創設。2003年に入り、父親のビンスマック・マホン。 およびそのストーリー上の愛人である、セーブルと構想を行う。2003年10月19日に行われた、ノーマーシーにおいて、ビンスマックマホンとアイクイットマッチを行い、試合に敗れて、GM 職を退く。以降、WWE のストーリー構成の仕事に、専念するようになり、番組への出演から遠ざかり、WWE 伝道の表彰式などで、 参加者の一員として TV に映る程度になっていた。2005年10月、RAW のアメリカ国内での放送が USA ネットワークに映ってから番組への復帰が発表されヒールとして登場を開始した。復帰最初の収録である WWE ホームカミングでは登場するや、イナや、ストーンコールドスティーブ・オースチンからスタナーを受けた。自身の妊娠により、 WWE のストーリー展開の表舞台から遠ざかっていたが2006年3月6日の RAW にショーン・マイケルズとの絡みで久々の登場を果たした2008年12月マイク・アダムルの辞任を受け RAW の GM に就任2009年3月にはランディ・オートンから RKO を受けトリプル H とオートンの構想を引き金となった このストーリーの中で、トリプル H は、ステファニーが妻であることや自らが、マクマホン一族であることを明言しており、前述のストーリー上の離婚はなかったことにされている。この構造で負傷したためという名目で、RAW の GM を辞任した。2013年8月、PPV サマースラムの翌日の RAW より、再び表舞台に姿を現すようになる。夫が指揮する組織、 オーソリティのナンバーにポジションに着任し、権力を振りかざすヒールとして活動。時には、ビッグショーやバティスタに、平手打ちを見舞うなど、攻撃的な一面も見せている。2016年7月11日の RAW で、ビンス・マクマホンから、ローのコミッショナーに任命される。ありがとうございます。